ゼロシステムは見せてくれるのか、人の心の光を。ゼロは何も言ってはくれない。それは人がやるべきことなのだろう。未来を見せるシステム、恐ろしくも魅力的なシステムだ。たとえゼロでもメビウスの輪の先は見通せまい。俺が前に出る。お前はそのガンダムを温存しろ。嫌な役回りを何度もさせるなよ。今回は俺が行く。そのシステムはこの戦争の未来すら見せてくれるのか。それがお前の望む未来とは限らない。システムに頼れば未来は閉じていく。地球の引力に魂を惹かれた人間では宇宙の民を率いていくことはできんよ。人を率いるという考え方が間違っている。リリーナならそう答えるはずだ。その期待、嫌な感じがする。あんた、それに乗ってちゃダメだ。これは俺とゼロの問題だ。ナズナは俺が握る。未来が見えるマシーン、この先には何が待ってるって言うんですか。ゼロは未来を見せるだけだ。どう掴み取るかは俺たち次第だ。戦うために人為的に強化された兵士だが、戦場においては私もお前もパイロットという戦闘単位だ。その点においては違いはないよ。感情で行動することに異論はない。そう俺は学んだ。大層なお題目を並べても人は感情で行動する。僕も結局はそうなのさ。ターゲット確認。シーブ・ガーノ、何か作戦はあるか。今は生き残ることだけを考えればいい。未来を見せるシステムか。ハッパさんに頼んだら G セルフにも組み込んでくれるかな。やめておけベルリー。ゼロなどにではなくそのガンダム自身の声を聞け。いや、機体の調子は万全か。テクスでもミリアルトでもない。お前は何者だ。そのモビルスーツは何だ。俺は拳では戦わない。ウーフェイならお前と息が合うだろう。足でまといにはならんようにな。そのつもりはない。そちらこそ肉体の限界を意識すべきだ。ゼクスが味方か、6番目のパイロットということか。ゼロ、いい加減ミリアルトと呼んでほしいものだがな。あの武装、ゼロのバスターライフル以上か。お前は誰だ。天下のモビルスーツ乗り、ガロードラン様が WX と共に助けに来たぜ。行くぞヒーロー組。俺たちがガンダムになる時だ。セズナ、俺にとってゼロは道具に過ぎない。お前にとってのガンダムとは違う。セズナ F 星、お前は俺たちにどんな未来を見せる。それは俺の役目ではない。俺はクワンダで道を作るだけだ。未来を見せるシステム、面白いね。そんな都合のいいものではない。アクセスしようなどとは思わないことだ。ゼロは俺に重なり合った未来を見せた。俺とお前の未来を。未来、俺は前に進み続けるしかないから。お前今モビルスーツと会話してなかったか。勝手に話しかけてくるだけだ。気にするな、アキヒロ・アルトランド。未来を見せるゼロさん、私とエアリアルもその実現に協力します。それがお前の望む未来とは限らない。システムに頼れば未来は閉じていく。その重装備はヘビーアームズ、トルワか。俺は G アームズの総指揮官コマンドガンダムよ。ネバーフォーゲット。
俺の知らないガンダムだが、見覚えが。私は早々ウィングガンダム。よく覚えておくがいい。俺は俺の意志でお前についていくことにした。ラウル・フルーゼ、よろしく頼む。任務了解。作戦を開始する。俺たちは仲間だ。気兼ねする必要はない。